はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。それでは今日も行ってみたいと思います。左から A、 真ん中 B、 そして一番右側 C となります。それでは皆さん、直感で今日もお選びください。よろしいでしょうか。それでは今日も左の A からいきましょう。 A、忍者のカードが出ましたね。忍者の正位置が出ております。このカード自身には探求という意味があります。そして今日 A を選んだ皆さん、正位置が出てますので、理想を追い求めるとかね、そういう意味があります。今日はね、いろんなことに、なんていうのかな、好奇心を持ってね、好奇心だったりね、探求心を持って、ね、自分の、先ほども言いましたがね、いろんな知りたいことであったり、理想であったり、いろんなものをね、追い求めたり、ね、追求したりするのにとってもいい日だと思いますね。そしてね、その探求心はね、今日だけじゃなくて、そんなにね、焦らなくてもいいです。ね、今日をきっかけに、時間をかけて、じっくりと取り組んでいく。そんな感じにするとね、また基地方向にね、向かいますんで、ちょっと頭のね、片隅に入れておいてください。それでは次に B を選んだ皆さん、真ん中 B、 はい、真ん中 B はザ・スター、星のね、今日は逆位置が出ました。この星のカードは希望という意味がありますね。希望、そしてね、ちょっとね、希望が逆に出てるんで、今日は、何もね、実らずね、流れてしまうとか、そういうような意味があります。そうだね。でもね、流れるというのは考え方によってね、過去のね、悪いものはね、すべて洗い流して新しい目標をね、見つける、そういう日に使ってもいいと思います。ね、さらにね、希望とかね、そういうの持てなくて流れてしまうみたいな暗示があるようだったらば、ね、今目の前の大きいものを掴もうとしなくてもいいの。ね、今目の前に、ね、ある現実可能なものから、目の前の小さな旗からしっかり、ね、基礎固めで取っていく、そういうような一日にしてみてください。さあ最後に C 行ってみましょう。はい、 C、 ザ・ワールドのね、逆位置が出ましたね。ワールドね、世界という意味ですね。このカードは完成というね、意味がカード自身ね、キーワードであります。それでね、逆位置で今日は出てるんでね、不満足な結果でね、撤退するとか、そういうような意味がありますね。これそうだな、回避するのはね、やっぱこれもね、さっきの星の逆位置と同じなんですけども、目の前のね、目標をね、そうだな、大きなね、目の前の目標、ね、それをね、いきなり行くんじゃなくて、やっぱりね、小さなことからコツコツとって、西川清先生じゃないですけど、やっぱり現実可能な小さな目標からコツコツとね、行くような一日にしてください。さらにね、今日は逆位置で出ていってもね、いろんなことに対して逃げ腰は厳禁です。ね、もしこのカードが逆位置に出てて、今日少しね、嫌なことがあったりね、少しじゃなくてもっと嫌なことがあったとしても、全力でね、最後までね、全力で走り抜けましょう。ね、最後にここまで来たんだから、最後にね、気を抜いてはいけませんよ。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね、過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は、多くのですね、個性豊かな占い師さんの方がね、揃っておりますので、よかったらホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。
YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。